会場の札幌ファクトリーホールには長い行列ができました。札幌での開催は5回目となるジャパンレプタイルズショーです。専門店など34店舗が参加し、300種類以上の爬虫類が展示販売されています。動きが可愛い、生態がたくさん見れるんで、そこが最大の魅力かなと思います。会場には爬虫類のほか猛禽類なども紹介されています。札幌でのイベントは明日までの予定ですが、今年10月には東京ビッグサイトで開催され、数万人のファンが集まる見通しだということです。